北海道地北高原鉄道 CR70 系、機動車排泄モーターカート、連結車両ふるさと銀河線陸別鉄道は、北海道アショロ陸別町和座陸別原野役線69番地1にある鉄道保存展示施設である。陸別町商工会が事業主体となり、株式会社陸別が営業委託を受け管理運営を行っている。 2006年4月21日に廃線となった北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の陸別駅、跡地及び陸別駅分線駅間の廃線後、鉄道車両の胴体保存を目的とした整備を行い2008年4月20日に開業した。正式な営業運転の開始は同月26日から行われた。夏季の季節運行の形態となっており、 初年度は10月26日まで運行され、目標の約1.6倍の収入を上げた。陸別駅構内では、ふるさと銀河線で実際に営業を運転されていた、機動車の乗車体験及び運転体験、トロッコの乗車体験ができる。また、再整備された転車台の見学もできる。古戦郷には、国鉄時代の蒸気機関車の写真及びふるさと、 銀河線時代の写真、ふるさと銀河線ともの会、メモリアルレールのネームプレートが展示されている。乗車体験銀河鉄道39をラッピングした観光列車にて、駅構内を10分程度に往復乗車できる。トロッコ体験4人乗りの足漕ぎ式トロッコにて、駅構内の専用線を一周走行できる。運転体験 S コース駅構内を15分程度往復運転ができる。 対象者は小学校高学年以上、または身長 130cm 以上。運転体験 L コース駅構内 500m を CR70.75 系機動車を使用して約80分程度往復運転ができる。完全予約制。対象者は18歳以上。運転体験銀河コース4月より北見方面の駅構外の本線上を CR70.75。 軽機動車を使用して約80分程度に往復運転できる。完全予約制。対象者は L コースを1回以上体験していること。運転体験、新銀河コース4月より体験運転銀河コースを延伸既存のコースに加えて合計 2.8km の運転体験ができる。対象者は銀河コースを2回以上体験していること。 機動車保線作業者排泄モーター化空港鉄道及びバス車当たり施設の一部である陸別駅構内には道の駅オーロラタウン93陸別が併設されている。ありがとうございます。